ザグレブ空中衝突事故は1976年9月10日にユーゴスラビアのザグレブ航空管制エリアで発生した民間航空機同士による空中衝突である。この航空事故は双方の運航乗務員の見張り不足と航空管制エラーが原因であったとされた。死者176名。事故に遭遇した2機の航空路。赤が476便。 緑が550便の鉱石。交差した箇所にあるザグレブ VOR に2機は向かっていたが、そこが空中衝突地点となった。1976年9月10日の金曜日、2機の民海航空機がユーゴスラビア上空を飛行していた。1機はブリティッシュエアウェイズ476便でイギリスのロンドンヒースロー空港を世界時午前8時32分に、 離陸し、トルコのイスタンブールに向けて飛行していた。ユーゴスラビア上空を巡航高度3万3000フィートで通過するフライトプランであった。476便は、放ーカーシドレートライデントで運航されており、乗員乗客63人が搭乗していた。もう一機は、イネックスアドリア航空550便で、アドリア海沿岸にあるスプリトから、西ドイツのケルンボン空港に向けて離陸した。 550便は DC-9 から32で運行されており、乗員乗客113人が搭乗していたが、乗客の多くは休暇帰りのドイツ人であった。ユーゴスラビア上空は欧州と中東を結ぶ航空路が作装しており、ヨーロッパでも忙しい空域の一つであった。しかし、ザグレブ航空完成は人手不足であり、 導入された航空管制システムも使いこなせないことから一部以前のやり方を用いていた。当時は8人の管制官が担当していた。ザグレブ航空管制は高度別3階層のセクターに分けられており、管制官はそれぞれのセクターのみを担当するシステムだった。このシステムでは管制官は担当セクターを飛行する、航空機はレーダー画面上にビンメイ名とードが表示されるが、 担当外は起点しか表示されなかった。出発前に550便は巡航高度3万1000フィートを要求したが、別の航空機がすでに使用していたため、離陸後に2万6000フィート以上に上昇することを禁止されていた。しかし、航空管制管に空いている3万5000フィートへの上昇を許可されたため上昇を始めた。航空管制の担当が中高度から、 高高度担当に移管されたが、この時業務の引き継ぎがうまくいかず、高高度担当の管制官に550便が3万5000フィートへ上昇するという事実がまさしく伝わらなかった。これは、高高度担当の管制官が他の運行便との更新に暴殺されていたことも一因であった。この結果、高高度担当の管制官が550便と更新するのが遅れた。 そのために機は接近することになったが550便はこの時高度32,700フィートを飛行しており高度差があるため衝突する危険性はなかったこの時管制官は476便が近くに飛行していることを伝達したが476便の高度を33,500フィートと勘違いしており現在上昇中の高度を維持せよと曖昧な指示を与えた このことにより550便は上昇を継続し、476便と同じ3万3000フィートとなり衝突コースに向かわせるという致命的な誤った指示となった。なお、この時の管制官と550便との一連の更新は英語ではなくセルボクロアチア語で行われており、国際航空管制に反していた。もし英国航空の機長が アドリア航空機と艦制等の会話を理解できていたら、両者が同行動を飛んでいることに気づいた可能性が高い。2機は、世界時午前10時15分に、ザグレブ VOR 上空で高度差30メートル、交差角度90度で空中衝突した。異例飛衝突の瞬間、476便は、毎時900キロメートル、550便は、毎時860キロメートルで飛行しており、 上昇から指示された3万3000フィートに戻そうと加工していた550便の左翼が水平飛行していた476便の操縦室を直撃した。この瞬間476便の操縦乗員は全員即死し操縦不能になった。また550便も左翼を失ったことから2機とも真っ逆さまになり地上に激突した。両機に登場していた。 乗員乗客176名全員が犠牲になったが、この犠牲者数は1971年に日本で発生した全日空機雫石衝突事故の162人を上回り、空中衝突事故としては当時世界最悪であった。この様子は476便の後方15マイル、高度2万9000フィートを飛行していたルフトハンザ航空のボーイング737の パイロットが目撃しておりたちに航空管制官に報告された。550便と476便に繰り返し、呼びかけていた蒸気の管制官はショックを受けた。事故調査委員会は、航空管制センターの管制官が、担当便の移管を円滑に行わなかった上、業務に暴殺されて、現状高度維持の誤った指示を出したのが原因で、あるとしたが、量機の見張り不足も、 事故原因であるとした。これは事故当時の気象が晴天であり少なくとも30秒前から互いに死認できたはずだと見なされたからである。476便には制服操縦士の他にも一人服操縦士が登場していたが彼はクロスワードを解くのに夢中であったという。この指摘に対して事故調査委員会に参加していたイギリス代表は2機の 接近速度が速すぎて視認しにくかった上、476便からは太陽のある方向に向かっていたため視認できなかったのに対し、550便からは飛行機雲を引いていた476便を視認するのは可能であったと指摘した。なお、ユーゴスラビア当局は2機の航空管制を担当していた8人全員を拘束した。その後、実際に誤った指示を出した管制官は、 過失で、懲役刑7年を宣告された。しかし彼は、当局からスケープゴートにされたと、国際的な批判が上がったため、地頭大統領が恩赦を与え、1978年11月29日に釈放されている。ありがとうございます。